然ですが皆さん、懸賞期をやっていてこんなこと思ったことはありませんか？うわ、兵士足りないな。でも中立味方になってくれそうだし、いっか。敵との有効度は低いし、さっきも味方になったからね。きっと今回も味方になってくれるふわというわけで、今回紹介する技は中立の大名家が城一つだけの場合に使える技となります。要約すると、どれだけ強い武将でも簡単に兵付きで捕まえることができてしまう小技ですね。今回の標的は北条氏康。兵士も94なため敵対されたらただでさえ不利な状況が絶望的になります。だから不安要素はさっさと取り除いてしまおうという考えですね。背景で各武将の戦闘と兵数を流しながら、今回の戦闘の勢力を口頭で軽く説明します。私が動かす三つ家は全国トップレベルの戦闘を誇る柿崎を筆頭に兵士162で攻め込んでいます。対して敵大名家上杉は兵士195。長野の強さもまた全国トップレベルです。次に上杉と同盟しているために参戦してきた武田家。全国的に高水準の武将が130の兵で参戦しています。最後に中立の北条家。氏康一人ですがその一人が敵対すれば私は絶望的なまでの劣勢に立たされます。と思ったのですが普通に氏康と戦っても勝てそうです。まあわざわざ兵を減らす必要はないので小技を使います。はい、というわけで山本勘助さんスタンバイです。今回ターン数が経過しているのは武田に柿崎と村上が敗走しそうだった時の保険ですね。今からその小技を籠城戦のみノーカットで行います。解説もしていくので、ぜひ参考にしてください。それでは行きましょう。まずは中立大名の城へと入ります。そうすると中立大名は敵対大名に変化しますが、守備 AI が働くためすぐに籠城します。城内では可能な限り遠い場所に武将を配置してください。そうしないと籠城した武将が襲いかかってきます。松山城みたいに離れた場所に配置できる場合はそこに置くのもありですが、本丸まであまりにもターンがかかる場所は使いましょう。その点松山城はすぐたどり着けるので安心ですね。ここで本丸に武将がいる場合は小技ができませんので、あらかじめ武将は確認しておきましょう。次に門を開けたり壁を乗り越えたりするのを待ちます。門を開けてくれる場合が大半ですね。後ろをついていくのはいいですが、移動範囲内に入ると攻撃を仕掛けてくるのでそこは注意してください。守備 AI は先行されると何もしてきませんが、追尾された移動範囲内に来た武将を攻撃します。例えばここ。移動範囲内に山本勘助がいましたが、先行していたため攻撃はしてきません。そして移動範囲内に敵はいますが、本丸も移動範囲内に入っているため優先順位の高い本丸へと移動します。ここで本丸も割ってしまいましょう。一部武将は兵数が少ないと本丸から突撃を仕掛けてくるので、そこは注意してください。本丸が割れたらもう勝ちは確定です。そのまま一度城外まで戻り、城から退却します。カットしないと言いましたが、出るだけなのでここだけカットしました。申し訳ありません。城外へ出たら敵武将も城外に出てきます。これは攻め側に先に城に入られているため、籠城ではなく援軍扱いになるからですかね。そしてやはり先行は攻め側です。ここまで来たらあとはお察しの通りだと思います。先行している武将には何もしない守備 AI は、ただただついてくるだけのストーカーと化します。この行動は武将関係なく不変であり、先行する武将がどれだけ弱かろうとただただついていきます。ただここでも一つ注意点です。本丸が壁を挟んで隣だと武将によっては壁を登り始めます。また門と門の間隔が広い場合も注意です。ただ忍者でもない限りは基本ついてくると考えてもらって大丈夫です。というわけで無事に城を取ることができました。ですが今回のミソは中立大名の城が一つであることです。以前ほんのりと触れたことがありますが、戦場に自国の城がなくなると戦争の維持ができなくなります。その場合、城を失った武将には捕虜判定が出ます。そしてその判定は退却する時と同じ程度の判定。つまりは敵対武将に近ければ近いほど捕虜になる確率が上がります。今回の場合氏康はほぼま隣にいる状態なので、高確率で捕虜となります。そしてその捕虜になった武将の兵ですが、投用されるにしろ解放されるにしろ持ち越しとなります。つまり宿老である氏康は解放されれば94の兵士がそのまま、投用できれば過労に降格しますが75の兵付きでもらえます。投用できれば御の字ですが、もし投用できなかった場合は斬死することをお勧めします。ここで退却します、という表示が出ていますが、その後に退却した城の表示がなければ捕虜です。それではお楽しみの投用タイムに行きましょう。余分なところは倍速で流していきます。はい、無事捕まっていますね。氏康は一門衆ですが、大観結構投用が成功します。ですがかなり強い武将だけあって内心ドキドキです。はい、無事投用成功しました。というよりも、霧が高い方が大観失敗しやすいですね。ここに関しては確率なので何とも言えません。それでは早速氏康の状態を見てみましょう。降格しているため過労ですが、しっかりと兵を持った状態で投用できています。即戦力という名にふさわしい出立ちですね。
というわけで守備 AI を活用した小技でした。こういった小技も機会があれば紹介していきますので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。